昨日、質問があったもののうちいくつか分かんなかったのを、家に帰って調べてみたんですけど、田口さんが言っていた、ラプラシアン固有マップのところですね。で、連続緩和っていうことをやったんですけど、一方でこの問題にはまあ厳密解があるので、それとの比較っていうのはやられているのかっていうのですが、まあやられてるのは結局見たことがないですね。調べてみたけど、ちょっと見つからなかったんですが、であと離散数学でグラフカットを研究している人たちもいるし、まあ、連続緩和でそのスペクトラルグラフ理論として研究している人たちもいるんですけど、まあ、両方やってる人が、まあ、まずいないというか、で僕の勝手な予想ですけど、まあ、結構数学の分野でも連続の人と離散の人は文化が違うみたいなのがあるみたいで、なんか京大の僕の共同研究者は、まあ、連続側の数学者なんですけど、なんか関東は離散が多くて関西は連続の方が多いとか言って、なんか結構派閥があるみたいなこと言ってたんで、あんまりその間をなんか、まあ、僕はユーザー側なんで、あんまりそういうのどっちでもよくて、良さそうなのを使うだけなんですけど、なかなか連続と離散で両方数学を研究している人いないっぽいですね。まあ、僕のちょっと勝手な妄想ですが。あと、クロスバリデーションのところで、おとといですかね。僕はちょっと紹介したやつで、なんか最近は、トレインテストじゃなくてトレインテストバリデーションって、なんか3種類のデータを用意し分割して作るっていう話がありまして、これサイキットランのドキュメントですけど、僕が紹介したのはここのこういうなんかデータがあったら、例えばこれ5フォールドクロスバリデーションで、データをこう5分の1ずつこう切っていって、例えばスプリット1の状態だと、この2から5はトレイン用に使って1をテスト用に使うっていう話をしたんですけど、なんかこれよりもっと科学習を抑えられるやり方として、トレイン、テストバリデートっていう分け方があって、まずテスト用のデータっていうのは最初にこうデータから一部切り出して、もうこれはもう触らないでおくってことをします。で、トレーニング用のデータでこうあるうちのこの中で、ホールドアウトしていく。でここでトレーニングして、ここで何かしらスコアを出すと。でここのデータをなんかバリデーションデータっていうんですけど、でこのクロスバリデーションで、最適なハイパーパラメータを見つけてきたら、そのハイパーパラメータを使ってテストデータで解析をするっていうことを行います。ここで、ハイパーパラメータを見つけるだけで、実際の解析はここでやる、その後の議論は全てこのテストデータで行うっていうのがなんか最近のやり方なんですけど、僕が言ってるのは、ここをだから最終的な解析では全部捨てちゃうみたいなことなので、バイオの分野だとなかなかこのやり方ができないなっていうと言いました。あと誰でしたっけ何さんでしたっけ、天倉さんが言っていた、トレーニングのなんか同じデータをこうもう一回使ってるじゃないかみたいな話ありましたよね。
でそれをじゃあもしやらないようにするのであればどうするんだろうなっていうのをまあ考えたんですけど、まあ、まあ普通に多分こうデータがあってじゃあ3分の1で切ってさらにテストトレインみたいな感じに やればまあ触ることないから、例えばこういうことをしたいみたいな感じですか。したいというかどうするんだろう。こうまあ多分こうすればまあおっしゃっている問題は解決するかなって気がしたんですけど、そうですね、まあ、ただすごくデータが必要ですよね。こっちだと同じデータ何回も使えるので、まあ、そういう意味では、なんだ、このやり方見たことないんですけど、何が起こるのかな。ちょっとそれ以上の考察はできなかったんですけど、まあ、これは理想的なのかもしれないですが、実際はちょっと見たことがないですね。じゃあ、ちょっと昨日のスライドをざっともう一回見てみます。昨日も、初日から引き続き行列分解で、なんか行列があったときに、特異値分解、個異値分解みたいなことをやるんですけど、ICA は、まあ、ちょっと、なんだろう、PCA では取り出せないようなシグナル、まあ、非ガウスなシグナルを取り出そうってことを目的としていて、まあ、マイ処理として PCA は使うんですけど、その後軸を取り出す基準を、いくつか考えていて、KL ダイバージェンスの最小化っていうのと、なんだ、鮮度の最大化っていうので2つ手法があるっていう話をしました。あとまあ前処理として白色化ってことを行います。ここでは。でまあ PCA、NMF、ICA で、どれも行列を分解する話なんですけど、まあ、それぞれ何らかの過程を置いて分解するので、まあ、その過程がデータいや自分のやりたいことと合っているかどうかっていうのを考えて使っていかないといけないっていうのがあります。まあでもいろいろやってみて良さそうな結果を選ぶでもまあいいんですけど、明らかに理論的におかしいというか、例えば NMF はもう皮膚値の行列でしか使えないので、マイナスが入っている行列に NMF を適用しようとすると明らかにおかしいので、まあ、そういうふうにこうまあ、どういった計算をしているのかというのをある程度理解した上で、手法を使っていくべきだとは思いますね。であとは対応分析というのはこういう分割表を分解するというので、まあ、特にバイプロットというものを、見たいというモチベーションがある分野です。あでちょっとね、ここ計算間違えてましたね。計算というかこう ルートを取ったのにこっちルートを取ってない式が入ってたので、昨日の夜直しました。あとは多次元尺度構成法 MDS ですね。これは最初に非類似度の、距離行列があるっていう時に、それを、類似度行列であるグラム行列に変換してからこういう自分解をするっていう話でした。はい。で、まあ、いろんな、距離を保持するような低次元座標っていうのは、最近も開発されてまして、まあ、TSNE とか UMAP とか、そういった、非線形な、定式化で、そういう距離を保持する低次元座標っていうのは、いろいろ
やられてるんですけど、まあ、MDS はまあそのそれらの元祖と言えるかなと思います。最後にラプラシアン固有マップって話をして、これはグラフのデータを分解するということで、こういうモーションキャプチャーのこの各、なんだセンサー間がこうノードとしノード間でこうエッジでつながっているっていう、ふうに考えて、こういう 棒人間を、データとしていて、これを低次元に圧縮するみたいなことをやっています。はい、ということで、こう昨日までは行列が一つ出てきて、それを、分解するっていう話で、まあ、全て、落ちるんですけど、今日はもう少しデータ構造自体が複雑になります。例えばどういうものが出てくるかっていうと、そうですね、すいません、昨日までは行列 X をこう分解するだけだったんですけど、でこれはまあ例えば、NMF で言うなら W と H の非縁の行列に分解するんですけど、今日はもう1枚行列が登場します。じゃあ仮に Y と置いて、X と Y で行はこう共通していて、だからこの1番目の変数はこっちの1番目の変数でもあって、同じ何かを見ている。例えば、同じ人の例えばオミクスで言うなら RNA-seq と、こっちは、なんかゲノムの変異とか、同じ顧客の、なんかログデータと、こっちは、なんか個人の思考のデータとか、そういうここでこう行でつながっている 2つの行列っていうのを考えます。でこっちが例えば M だとして、こっちは別に同じ列の、サイズである必要はないです。こういう状況であればこうお互いを関連付けて解析することができて、例えばどうやるかっていうと、こっちも同じように分解するんですけど、同じ次元で圧縮するんですが、こっちをちょっと区別するために HX として、こっちを HY と置いて、分解した姿で見ると、この N×K の W、 こっちの N×K の W って同じ形してますよね。で、分解するときにこれらが同じものだっていうふうに仮定を入れると、最適化のときにこの W の推定のための更新式にこの X と Y が両方参加するので、これらがお互いに、なんていうんですかね、これらの間です。お互い再現性があるような W を積極的に採用していくような形になります。で、これは X の NMF だけだとそれができなくて、なんか X の持つパターンと Y が持つパターンっていうのがこうあったとして、データが違うと必ずしも同じパターンを持っているわけではないの で、こういう仮定をもし入れると、これら の共通部分のパターンだけを積極的に取り出そうという、計算になります。でそれがまあもし、やりたいことなのであれば、こういうモデルを使うのはありかなと思います。
でこの計算は別に行列2枚、だけじゃなくて、まあ、何枚の行列でもできて、これがこういくらでもこう横方向に、まあ、Z でも、まあ、ちょっともうアルファベットが枯渇しましたが、まあ、いくらでもこの横方向にデータが増えていくのに対応することができます。これをまあ行列同時分解というふうに呼んで、まずその話をしていきますかね。モデルとしてはまず、部分的最小事情法パーシャルリーストスケアーズというものと正準相関分析カノニカルコンポーネントアナリシス CCA というものを紹介します。まあ、これらはほとんど同じというか制約条件のところで、微妙に違いがあるので、まあ、あと研究している人が結構違うので、別々の名前としてこう各々開発されてきたんですけど、まあ、理論的にはかなり一緒な部分が多くて、違いはまあ制約条件だけなので、まあ、一緒にここでは紹介しようと思います。これ何に使われるような技術なのかというと、マルチモーダル学習っていって、今言ったように何か違う種類のデータがこうデータセットが2つあったときにそれらに共通するような、低次元の空間を見つけてくるってことをやります。例えば、画像と文章、これは、モダリティが違うわけで違う種類のデータなんですけど、これらを、まあ、これらがまあ対応関係があるとします。例えばこの画像と、この画像を説明するための文章というのがこうあったとしますね。そうするとさっきみたいにこう行が共通している状態になります。でこれらを、同時に次元圧縮するということをやると、画像と文章の間をこう橋渡しするような、空間ができるので、その空間上でいろいろ解析ができる。例えば、文章とこう画像の間のこの通り道ができるので、画像を入力すると、それに関連性がありそうな、文章が返ってくるとか、逆に文章を入れて、画像が返ってくるとか、なんかそういうことができるようになります。同じように音声と画像とかもそうですね。あとは何だろうな、自動翻訳とかもそうですね。英語を、これスペイン語かなんかですかね、なんか別の言語にこう変換するっていうような時もなんかそういう技術が使われます。バイオインフォマティクスで言うなら、患者さんごとに遺伝子の変異情報と例えば脳画像のデータを関連付けるというのがやられています。これはアルツハイマーの患者さんなんですけど、脳のこの画像というのがこうピクセルとしてデータとしてあって、それ と、その患者さんがどういう遺伝子多型を持っているのかっていうのが両方とも分かっていたとして、じゃあなんか脳のこの部分が、おかしくなっているのはこの変異の、変異が原因なんじゃないかみたいな考察ができるようになるわけですね。でそういうなんかそのこういう脳画像のうち、面白そうな、リージョンオブインタレストな、領域をこう絞り出すことが、できます。あとは、ラマン分光スペクトルっていう実験技術があるんですけど、まあ、なんかざっくり言うとこう、細胞集団にこう光を当てて帰ってくるものを検出するような技術なんですけど、
それがこう細胞の中に入っている物質に対応して、その波長が変わるみたいなことが、まあ、報告されてまして、で一方で、遺伝子発現データっていうのはもうより詳細な高解像度な情報なんですけど、もし同じサンプルで、ラマンとトランスクリプトーム両方計測されていたとすると、この間で CCA とか PADS とか実行すると、まあ、この間の橋渡しができるので、まあ、それ以降はラマンを計測するだけでトランスクリプトームのプロファイルを推定することができるというふうにあのがまあ期待できるわけですね。でこっちのラマンの方が実験的には安いというか、まあ、すぐできるので、お金を使わずに細胞の 中の状態を、すぐ調べることができるっていう、まあ、そういうシステムが作れるわけです。あとは、PCA のところで MD 計算というそのタンパク質がこう水の中でどういうふうにこうガチャガチャ動いていくかっていうのを PCA を使って、解釈するみたいな話をしたと思うんですけど、まあ、その解釈の仕方にも PADS が使われたケースがあって、まあ、事前にそのタンパク そのサブユニットごとにこうどういう機能を持つかっていうアノーテーションがあったとして、その、アノーテーション情報とタンパクの動きっていうそのモダリティが違う2つを同時に、次元圧縮する。それによってなんかここの時間帯ではこのサブユニットが動いているからなんかこの機能が何かが携わっているんじゃないかみたいなそういう考察ができるようになります。こういうなんかモダリティが違うデータ同士をこう関連付けるっていうための技術ですね。はい。で、どう計算するかってことなんですけど、X が N×P の行列だとします。これは P 次元空間にいるN 個のデータですね。で Y は、N×Q で、Q 次元空間にいる、N 個のデータです。でこの N は、同じサイズで同じものを見ているとします。でこのままだと P 次元と Q 次元のものっていうのは見比べることができないんですけど、おのおの遮影して例えば X にV という遮影の行列をかけて XV として Y も同じように Y に W をかけて YW にしたもので同じ K 次元空間に遮影した場合、まあ、K 次元同士なのでここで類似度を求めることができます。で、式で書くとこんな感じで、この XV と YW の、最小事情を事情誤差を最小化するっていう問題を、解くってことをやります。これはプロベースニュースノズムで書いてますけど、まあ、トレースで書くとこういう形で、この X 点値 Y を V と W で両サイドから挟んでいて、これは今まで PCA とかでも散々やったその行列を対角化するときの形になります。なので結局この X 点値 Y を対角化するみたいな計算をやっていくことになります。ただし PADS と CCA っていう2つの手法がなんか別の名前がついているのは拘束条件が違っていて、V 点値 V とか W 点値 W っていうのが互いに直交になるっていうことを制約として課しているのが PADS で、CCA は、V じゃなくてこの遮影した先のスコアが、互いに直行するという制約を置いています。だこの制約以外は、まあ、どちらも行列の対角化をしているだけです。なので、まあ、PCA の、まあ、素朴な拡張だとは言えると思います。このY が X になって W が V になれば PCA の式と全く同じです。
でどうやってその PADS、CCA を計算していくかっていうと、特異値分解ですね。CCA の時に、共分散行列っていうのをこう、シグマ XX って書いてたんですけど、まあ、X 点値 X で、X と X の、掛け合わせなんですけど、Y バージョンの YY とか、X と Y の、X 点値 Y の積を、まあ、こういうふうに書くとすると、PADS っていうのは、このクロス積行列っていうんですけど、X と Y の、行列積を特異値分解して、出てくる、特異ベクトル、まあ、こういうベクトルと同じですけど、それを、VW っていう遮影行列として求めます。CCA は、まあ、制約条件が違うので、一回この XY の行列に両サイドからこういう行列をかけてから SVD っていうのを行います。この両サイドのこの行列たちどういう意味があってこれがかかっているのかっていうと、スコアの相関係数を X のスコアと Y のスコアの相関係数を最大化したいんですけど、相関係数のこの分母に書かれる標準偏差ですね、まあ、これを割らないといけないので、それを割るためにこことここにかかっています。でこれがない場合、この分子だけなので PADS は、スコア間の共分散を最大化する、CCA は相関係数を最大化するという計算を行っています。でこれはじゃあ行列3枚目が現れたらどうやって計算するのかっていうことなんですけど、3枚目どころか、まあ、ここではまあより一般的に、まあ、M 枚の X が現れたらと考えますが、1番目の XY は N×P1 で、2番目は N×P2 で、 M 番目が N×PM だとします。でこの場合も同じように PADS、CCA は計算できて、まあ、まずまあ遮影するわけですね。で同じ K 次元空間にまず遮影します。で遮影するときの行列を、X1 は V1、 X2 は V2 で、 XM は VM とします。で、ここで全部遮影されたので、この低次元空間で総当たりに共分散や相関を最大化するということを考えるので、まあ、こう和記号で書くとこういう感じで、自分自身以外の全ての相手方と相関とか共分散とかを求めて、それらが最大になるような遮影行列を推定するということを行います。でこの総当たりどうやって計算するのかっていうのはまた結構大変ですけど、まあ一個一個やってもいいんですけど、まあ実際一個一個やるアルゴリズムもありますが、一般化固有値分解っていう、解き方は結構きれいなやり方で、まあ、こういうブロック行列を考えます。まあ、ブロック行列とか行列の中に行列が入っているやつですね。で、このブロック行列の11要素には1番目の X と1番目の X、 自分自身との共分散行列が格納されるようにして、だからこう対角要素は共分散行列が入るようにして、21要素には X2 と X1 の積行列積が格納されるようにします。なので、まあ、対角は共分散行列で、非対角要素はクロス積行列が格納されます。で、行列 D もブロック行列だとして、ここに対角、要素に、共分散行列を格納します。非対角の要素は全部0です。あとは遮影行列をこう縦に連結していて、まあ、メタな V という、行列をこう定義します。でこう書くと、
さっきのその高速条件を与えつつクロス積行列を対角化していくっていうのは、こういうラグランジ関数を最大化する話に、帰着されます。でこれは、こういうベクトルがこう格納されたV とラグランジ未定乗数のラムダの関数になっているんですが、各々変微分して解くと、まあ、こういう形になります。これは一般化固有値分解、ジェネラライズドアイゲンバリューデコンポジションというものになって、この D がなければただの固有値分解ですね。だってこの D が、右にあるせいで素直に解くことができないという形になります。一般論として、GEVD はどうやって解くのかということなんですが、まあ、右辺にある D がまあ正則だとして、逆行列計算して左辺に移行すればまあこういう自分解っぽく見えるんですけど、ただし、D の逆行列かけ C っていうのは対象行列にならないので、まあ、普通のこういう自分解じゃなくなっちゃうんですね。なんか非対象行列のこういう自分解みたいな問題になってしまうので、なんか解として複素数みたいなのが出てきたりとか結構、扱いづらいので、これはやめたい、しかも逆行列計算はやるべきではないというのは僕は何回も言っていると思うんですけど、まあなんかシュートインバースとかならいいかもしれないですけど、まあなんかどっちにしろ対象じゃないところが気持ち悪いっていうのがありまして、で対象になるやり方としては D を1回コレスキー分解します。コレスキー分解ってあの LU 分解が、行列が対象の時に、計算すると、LU 分解が、L と L 点値っていうものになって、まあ、そういうのをコレスキー分解っていうんですけど、このそうするとこの右辺をこう左辺にこのように移行することができて、この行列は対象になります。でこの、CCA の場合、まあ、もうちょっと、単純なケースで、まあ、そもそも D が対角なので、もうちょっと計算が簡単で、まあコレスキー分解ですけど、まあ、そこまで難しく考えずに、D の対角要素をルート取ったやつをこう2つ用意すれば、まあ、掛け合わせれば D なので、これを、左辺に移行すればいいだけっていうことになるので、まあ、もっとずっと簡単な計算です。でこの D のマイナス2分の1っていうのはさっきのここで掛けたやつですね。だからこのまでGEVD との定式化っていうのは、まあ、2枚の行列の時も、ちゃんと特殊なケースとして含んでいます。はい、これが PEDS CCA のイメージなんですけど、何か質問ありますか？大丈夫ですかね。じゃあ、もう一つ、NMF を2枚以上の行列に拡張したものとして結合非不知行列分解、ジョイントノンネガティブマトリックスファクタライゼーションというのを、紹介したいと思います。まあこれもまあモダリティが違うようなもので、例えば下の動きと脳波の関連付けっていうので、研究されているみたいです。こう何か喋ろうとするときのこの舌の動きと、そのとき脳のどの領域が活性化しているのかっていうのをこう対応づけることによって、何ですかね、まあ、なんか例えば声が出せない人とかでもなんかこう舌を動かすと、ああじゃない、何か考えると、それに対すること、舌の動きとか、それに対応する言葉みたいなのも、まあ、もしかしたらこう、自動的に出すことができるかもしれないので、まあ、なんかその何ですかね、まあ、障害者の方とかそういうのにも役に立つ研究じゃないかなと思います。
あとは、NMF はトピックモデルっていうなんか文章の自然言語処理の、分野で使われているっていう話をしましたけど、まあ、そういう文章のセットでその種類が違う、文章っていうのをこう2つ用意することができて、で共にそのどの単語を何回使っているかっていう、カウントデータだとすると非不知行列なので、それを同時に分解すると、例えば、これは IR ってあの情報検索の分野で、こっちは ML って言って、まあ、マシンラーニングですね。なんか微妙似てるけど微妙に違いがある研究分野2つで、ジョイント NMF を実行すると、まあ、両者に共通するトピックっていうのがこう計算できて、まあ、どっちもモデルっていうものを計算する上では、同じですよね。ただ、微妙に違うのは、情報検索っていうのは何かこうキーワードを入力すると、関連する情報が返ってくるというシステムを構築するのを目的としているので、まあ、クエリーとか、 なんかウェブとかそういう単語が出てきますし、機械学習というのはなんかもっとこう汎用的にどんなデータでも同じように問題を解決したいというモチベーションがあるので、なんか学習とか、なんかベイジアンとか、なんかそういうような単語が出てきます。はい、でこのジョイント NMF はどうやって解くかっていうと、まあ、ちょっとさっきホワイトボードに書いた通りですけど、また行列 X 行列 Y っていうのがあったとして、 N×PN×Q だとすると、このままだと P 次元と Q 次元なので値を見比べたりできないんですけど、一回分解した姿で見比べると、K 次元に遮影すると N×KK×P の行列になるので、こっちも N×KK×Q ですね。でこの V はこっちは P だけ列があって、こっちは Q だけ列があるので、同じものじゃないんですけど、この U に関しては同じ形なので、これを共通なものだと、設定すると、まあ、こういう定式化になります。この X の NMF の式ですけど、この U は Y の NMF の、式にも入っている。で、制約条件として U も VX も VY も非不知っていう条件ですね。でこの、目的関数を最適化していったらジョイント NMF で、まあ、解き方は普通の NMF と全く同じで、M 有速ですね。で式が、複雑になるのは U に関してだけで、この U の、右にかかるこの分数のところで、この分母分子で、X に関する項と Y に関する項っていうのがこうおのおの出てくるようになります。VXVY の式はそのままですね。なので、まあ、ちょっとここが変わる程度で、かなりその行列が増えてくるのに対応しやすい定式化です。これをもっと一般化して M 枚のこう行列に拡張した場合どうなるかっていうと、でしかも行列ごとにこう次元が全然違ってよくて、その場合も同じようにこう分解した姿で見ると、この縦のベクトルの、格納された行列 U っていうのが、この共通だという仮定を置くと、こういうふうに、I 番目の X は、U という共通の因子行列と、I だけが持っている、VI という因子行列の積だということを、仮定としていることができます。
そうすると M マイになっても、さっきと全く同じで、この分母分子がこう和が入ってこう、こう計算が増えていくだけで、それだけなので、まあ、かなり簡単に計算ができます。で VI は、普通の NMF の時の M 予測と同じですね。はい、はい、これがジョイント NMF です。何か質問ありますか。この MU で普通の NMF の計算とほとんど同じですね。はい、やっぱ逐次計算をしていくだけですね。ここに連結するってことですか。それとは微妙に違いまして、各行列ごとに分解してから、その分解の、分解した U が行列だと考えるので、でも微妙に違いまして、はい、そうなんですけど、この UV1 を計算する上で他の行列 V1 は X1 だけが持ってますし、 V1 の計算に他の行列からの影響は要には入ってこないので、全部マージしたときとは微妙に違う解になります。かかってないじゃないですか。同じでやっても、はい、U×V1 の部分と X1 の部分に差し掛からないとか、まあ、目的関数だけ眺めてればそうなんですけど、実際的に別々に計算してその後共通の U を計算するっていうステップと、マージしてからマージしちゃって NMF するっていうのだと微妙に違った解が出ます、この V とかは行列一個一個ごとに計算するやつで、ここに並べないので違います。いや、計算と同じじゃないですか。どっちが違う、一緒だったら同じじゃないですか。どう説明すればいいか。総称する論文の著者も見たことはあるんですけど、それに対する反論も見たことがあるので、ちょっとそこを調べてみますね。ちょっと覚えてたら明日その論文紹介してみます。じゃあ、3つ目で、グループ独立成分分析ですね。これは ICA を複数の行列に拡張したバージョンです。ICA は何か信号のデータとかに強いっていうのがあって、まあ、脳波とか
音声とか電気信号とかなんかそういうので使いたい人たちがいて、例えばこのグループ IC が適用されるケースとしては、脳波を計測した EEG、何回か紹介したかもしれないですけど、こう頭にこうセンサーを取り付けて頭の、脳のどの領域が活性化しているかみたいなのを計測する技術と、MRI ですね、なんか画像の情報っていうのをこうマージすることによって、これらに共通する次元を問い合わせるということを行います。あとは単純に、同じ実験装置であっても、たくさんの人に、実験に参加してもらうと、多検体の脳波データっていうのになるので、でこの絵だと、なんか田口さんが言ったようにただマージした1個の行列みたいなので考えますけど、これに対して ICA を計算すると、この因子行列のうち、この、被験者1番に関係する部分、2番に関係する部分、N 番に関係する部分っていう 領域が入っているので、なんか その部分を後で解釈するみたいなことを行います。あとは、ゲノムの変異、スニップと、脳画像の関連付けっていう、さっき CCA でも紹介しましたけど、これをグループ ICA でやってる人もいます。解き方はいろいろあるんですけど、なんだろうな。なんかジョイント NMF のイメージで言うと、共通の因子っていうのをこう仮定した上で、行列個々に分解するっていう、最適化を解くことになって、これをファースト、例えばファースト ICA で解く場合、こういう、勾配法で、最適化をするっていうような式になります。でここは行列が M 枚になっていれば M 回こう足し合わせて勾配を計算するということを行います。はい、ちょっとグループ ICA は手短ですが今言うと思いましたけど、どうだろうな、だんだん僕の自信がなくなってきた。こっちですか。並べたらワニはなら。そうですね、違うと思いますけど、分母分子は別々に計算しますけど、でも よくある質問ですよね、それは。なんかというか、田口さん自身も質問されてたことありますよね、なんか誰かに。転送部分解も、転送部分解はマージしたのと同じかなとは思います。後で説明します。次、転送部分解っていうものを紹介します。テンソルって何かっていうと、なんか行列をより高いオーダーまで一般化したようなイメージを持ってもらえればいいと思うんですけど、数字1個とかスカラ値も0回テンソルって見なせますし、数字が縦にこう並んだ、ベクトルは1回テンソル、
行列は縦横に並んでいるので2回転速です。で縦横奥行きに値が格納されたものは3回転速と言います。だから次元をいくつ持っているかというのを見ていくと、スカラーは1個の値が入っているだけですけど、ベクトルは、長さ I1 の、次元があって、行列は I1×I2 で、転速はこういう 3つ次元があるので、これはこの転速のサイズといいますが、これがまあ3つあると3回転速みたいな言い方をします。で、慣習的に、こういう飾り文字、カリグラフィー体で書く人が多いです。行列はただの大文字で、ベクトルは小文字で書くようなことが多いと思います。プログラミングやってる人からすれば、ただの多次元配列ですね。で、なんか物理ではもうちょっと深い意味があるみたいですけど、機械学習の文脈ではただの多次元の配列だと思えばいいと思います。で、行列分解は、すごい今回、たくさん紹介したと思うんですけど、やってることは、この行列、データ行列に含まれるパターンをこう取り出すと、いうことをやっています。代表的なこうパターンの、足し合わせでこのデータは近似できるとみなして、考えると、このランク1行列たちっていうのはベクトルの外積で表すことができて、ノルムをベクトルを長さ1に揃えた場合ノルムが出てくるので、例えばこういう縦ベクトル同士を束ねた、横ベクトル同士を束ねた行列と、の対角要素にそのノルムが格納された行列の対角行列の積で表すことができます。で、全く同じで、その転速分解もデータ転速というのがまずあって、3D になってるんですけど、なんかこう他より値が大きかったり小さかったりするので、他と違 こうブロックというのが格納されていた場合、うまく計算できた場合、この転送に含まれるパターンを抽出することができます。で、縦ベクトルと横ベクトルと今度は奥行きベクトルが出てくるんですけど、これもベクトルの外積としてこう書くことができて、U1 と V1 をかけることで行列になるんですけど、さらに奥行き方向にそれをこう増やしていく、この要素をかけては1枚目のシートで、W1 の2番目の要素とここの行列かけて2枚目のシートっていうふうにして、こうなんかこう行列が奥行き方向にこう蓄積されていくようなイメージですね。っていうふうに書くと、縦ベクトル同士、横ベクトル同士、奥行きベクトル同士で、各々束ねた因子行列を作ることができます。で、長さを1に揃えた場合、その長さに相当する部分のコア転速っていうものに書くことができて、小さい転速ですね。で、このコア転速の、サイズはこの U と V と W を何次元に圧縮したのかというのに各々対応しています。ただこれは CP 型でっていうもので分解しているので、ここは全部同じと考えるんですけど、そこの話をしますと、 CP 分解とタッカー分解っていうのがまずあって、コア転送をどういうふうに見なすかっていうので大きく2つの流派があります。 CP 分解っていうのはさっきのスライドのイメージの通りで、でコア転速が対角です。だから111要素、222要素っていうふうな、ちょっと 3D なんでイメージしづらいかもしれないですけど、転速でも対角要素があるので、そういう
対角要素だけが値を持っていて他は全部0っていうものを、想定します。でこれが意味することっていうのは、縦のパターンも例えば3本しかなくて横のパターンも3本で奥行きのパターンも3本しかないというふうに全部、縦横奥行きのパターンで得られる、パターンの数が一緒とみなします。でしかも、全部1対1 1対1対1対応で、この青の縦ベクトルと青の横ベクトルと青の奥行きベクトルは対応していて他とは対応していない、赤いやつらとは関係がないというふうにみなします。一方でタッカー分解というのはコア転送が密で、対角要素以外にも値があるということを想定します。しかも、縦横奥行きのサイズは別々にしてもよくて、イメージとしてだから因子行列のこの縦のパターンの因子行列は2で横は3で奥行きは5とかそういうふうに自由に圧縮次元を変えることができて、しかもこの縦の2番目と横の1番目と奥行きの3番目みたいな感じに別の組み合わせを取って考えることも良しとする、もう少し緩いやり方設定になります。この転送分解どういったものに使われているかっていいますと、固有画を、アイゲンフェイスの解析やったと思うんですけど、あれも取るアングルとかが入っなんか次元として入っているのであれも実は4回転送なんですね。ああいうなんかいろんな条件を変えて取ったとか、そういうふうに考えるとデータが高次元なので、転送分解が適用されて、まあ、転送フェイシーズみたいな、データベースがあったりします。あとは脳波ですかね。時系列で神経活動値を計測して、しかもそれを何回も、トライアルで取っている。まあ、こういう、まあ、3回転送なのでこれを分解すると神経に関するパターン、時系列に関するパターン、そのトライアルに関するパターンみたいなのを取り出すことができます。転送で分解、あとは、多サンプル多条件でのオミックスデータっていうのにも適用することができて、まあ、僕とか田口さんとかやってるような実ですね。そうすると、まあ、いろんな遺伝子に関するパターン、条件に関するパターンみたいなのを取り出すことができます。はい、じゃちょっと切りがいい、ここがいいので一旦ここで、午前中は終わりにしたいと思います。なんかアディの PCA ってないんですかみたいな言ってませんでしたっけ。じゃ調べましたよでいっぱいあります。アディ結構研究されてますね。結構読んでてハマっちゃいましたね。アディは確かに面白いなと思って、なんだろう、まあ普通に土壌とかですよね。なんか土の中にどういう虫が含まれているのかみたいなのを調べて、その土地の性質とかとこう照らし合わせるようなデータサイエンスはすでにやられてますね。これはハキリアリっていうやつらしいですけど、リーフカッティングアンツで、この論文では PCA も CCA も両方使われてますね。ブラジルですね。なんか論文読んでて分かったんですけど、大体論文の著者が南米系ですね。なんでか分からないですけど、アマゾンとかあるからですかね。
で、この横軸がアディの種類ですね。で、縦軸はこれなんだろう、トソイドって書いてあると思うんで、その土地のなんか特徴だと思うんですけど、ちょっとこれこっちで見えないんだよな。なんかそういう定量化されたデータを元に、まあ、こういうアディで PCA を書くとかですね、やって、まあ、だから 種の分布をこう見るっていうようなことをやってますね。あとは CCA なんで行列が2枚出てくるわけなんですけど、片方はその土地の 土の情報、ソイルの情報で、もう一つは天候に関する情報っていうのを持っていて、これらを CCA すると、スピーシーズ経由でこのソイルとクライメートの関係性も見えてくるので、なんかこういう共通の二次元空間に遮影できたりしますね。普通にオミックスもやられてますね。RDNSEC もやられてるし、これもか。これなんかもそうですね。ああ、これは働きアディがなんかこうお互い戦って トーナメントみたいなのやって、なんか一部交尾アディってやつに変化するみたいなんですけど、その過程をアーデンセックで、データ取ってるみたいで、どういう PCA なんだろう。あ、これ PCA じゃなかったかもしれない。こっちのデータだとデータ点がアディ個体で、メイテッドクイーンとかのそういう女王アディ、これはなんかアディの種の違いみたいなのが見えてるみたいですね。で、こういうオミックスもやられてますし、形態的にも結構研究されてるみたいで、こうアディがあったとして、アディのこういう感じですね、あのこの触覚と触覚の間の長さとか角度とか顔の長さとか胴体の長さとか足の長さとか、なんかこういうところを、特徴量として計測して、定量的な解析に持っていくっていうのが結構アディではアディ業界ではやられてるみたいですね。形態学ですね。で、その形態の近い遠いみたいな関係性をこういう PCA
を使って見ていくみたいなことがやられてます。もうちょっと味の話しててもいいですか？これはすげえマニアックだなと思ったのがアリの鳴き声ですね。多分人間が聞き取れないようなやつなんだと思うんですけど、まあなんか女王アリはこう鳴くとか、ソルジャーワーカーはこうみたいな、そういうなんか音に関するなんかデータ解析ですね。でしかもそれがアリの種によって違うとか、これはアリの言語なんじゃないかみたいなことを言っていて、すげえマニアックだなと思って。でこれで思い出したんですけど、僕は大学行った頃はバクテリアの研究やってたんですけど、菌も会話すると言われてますね。クオラムセンシングとか言うんですけど、菌がこう細胞外にこう物質を常に分泌してるんですけど、それを受け取る受容体っていうのも体の中に持っていて、でそれがこう同じ、例えば僕の場合緑膿菌を研究してたんですけど、緑膿菌同士であればそれをこうお互い受け取ることができて、でその受け取った後なんかいろんな遺伝子発現が制御されたりとかするので、なんか 菌がそれでこうコミュニケーションを取っているっていうような、研究分野ですね、クオラムセンシング。しかもこの種を同種で共通する分子、システムもあれば、なんか菌の種類をまたぐような、物質とかもあったりするので、なんていうんですか、まあ、なんか共通語みたいなのも存在するんじゃないかみたいな、そんなことがまあ言われてます。あとはアリの巣がありますね。アリの巣になんか溶かしたアルミニウムを流し込んでこう型を取るみたいな、そういうことをやってるチームで、で巣の構造を知りたいときはアルミニウムを流し込んで、アリの個体数を調べたいときは、ワックスを流し込むみたいですね。多分ワックスは後で溶かして中身取り出せるからかなと思うんですけど、でその時にこの 巣の、特徴量みたいなのを作るんですよ。入り口のところの体積とか、ここにエントランスのトンネルっていうのがあって、ここにチャンバー、換気室みたいなのがあるみたいですね。でさらにそこにまたもう一回トンネルを作るんですけど、この論文はなんかモンスーンとこの巣の形の関係性みたいなのを調べていて、モンスーンってなんか季節風なんですけど、モンスーン前とモンスーンの時とモンスーンの後とで、その巣の形、このデータ点一つ一つはアリの巣なんですけど、巣の形がこう変化しているんじゃないかっていうことを言っていて、具体的には何つってたかな、エントランストンネルが優位に変化している、モンスーンの時ですか、はい、だから風が吹いている時ここが長くなるとかそんなことですかね、みたいなことが起きるみたいです。
それが PCA で明らかになったみたいで、このデータは結構、すぐ試せるかなと思って、一応このハンズオンにアディノスデータ解析って追加しまして、データはあったんですけど、エントランスのトンネルとか角度とか、こういうチャンバーの深さとか、そういう特徴量は、サプリメンタルのファイルには書かれていったんですけど、このモンスーンとかプレモンスーンとかっていうラベル情報が、書かれてなくて、一部ピックアップされたそういうものの ID とは対応がついてたので、それから 4個ずつしかないんですよね。データが大幅にここで減っちゃってるんですけど、一応解析してみました。バルーンプロットってこう、なんだろう。対応分析の時の、行の周辺確率っていうのは、このグレーの箱の、面積ですね。鉄の、周辺確率はここら辺ですかね。もともとアングルと、これなんだろう、なんとか、チャンバーデプスは結構大きい値を取りやすいみたいです。こういうデータの場合、そのまま PCA してしまうと、ほぼこの2つの変数が支配的になってしまうので、あんまり他の変数とマージしてる意味がなくなってしまうので、こういう、そもそも単位も違うような、こういう数字を、ダイナミックレンジも違うような、こういう、いろんな変数をマージして PCA する場合は、一回、スケーリングした方がいいと言われています。平均値ゼロにした上で分散1になるような、処理を施して、なるべくこの変数の分布を同じになるように、します。ここら辺の違いがちょっとデータとして見れるかなっていうのをやってみたんですが、そうですね、これはそのスケーリングをしなかったとき、R でいうと PR コンプのスケールをフォルスにした場合、こんな感じですね。論文の主張だと、モンスーン、このオレンジのモンスーンのときのアディは、アディの数は、エントランスのトンネル、TE? これか。が、変化するみたいな感じなんですけど、あんまり再現できてないですね。ちょっとデータ数が少ないからもあるとは思います。ちなみにですが、これ、バイプロットって言って、対応分析の時、説明しましたけど、行変数と列変数を同時に見ています。ちょっと説明するか。
何でもいいんですけど、行列分解をスタートします。あ、すいません、ちょっと電気つけてもらっていいですか。ありがとうございます。バイプロットっていうのは、この、こっちがなんかこうデータだとして、こっちに書いてもいいか。N がデータだとして、こっちがまあ変数だとして、データの方に関してはこういうデータ点で書きます。で、こっちの変数に関するベクトルに関しては、ああいう感じにこう原点から生やして、こういうベクトルとして書くようなケースが見受けられます。で、細かい、工夫するところというか、これまあ UV はいいんですけど、真ん中にこうシグマあるじゃないですか。データの情報としてはこう真ん中のシグマ込みなで X なんですけど、シグマはどうやって扱うかっていうと、なんか U、なんか U とシグマ V 点値みたいな感じで、このシグマをこっちにかけちゃうっていう人もいれば、平等に分配するみたいな人もいれば、まあ、U にかけるっていう人もいたりして、なんかそこは結構なんかいろんな流儀があるみたいです。で、ここが違うと何が違うかっていうと、このデータ点がいる、空間とこう矢印がいる空間との倍率がこれで変わっちゃうので、あんまりこう矢印をでかくしてこんなになっちゃってるってところで、こう原点近くに点がポツポツあってもまあ見えないじゃないですか。だからなんかここら辺はうまいことチューニングしないといけないみたいです。これがバイプロットってやつですね。はい、あ、じゃあ電気消してもらっていいですか。これはスケーリングして PCA したもの。見た目としてはこうデータがよりばらついて2次元で見やすくはなりましたね。さっき TE が潰れちゃったりしていたん で TE とこのオレンジとの関連性っていうのはまああんまり見えないですね。で、データをよく見るとこの個体がその TE が大きいだか小さいだかだった気がします。あとよくやる前処理としてこう対数変換をしてから PCA するっていうのがあって、まあ一回対数取ってるんで、なんか単位が違うような変数であってもある程度同じような値になってくれるので、まあこれをやるとそんなにスケーリングはしてもしなくても経験的には変わらないような気がします。はい、そんな感じですかね。まあ、ちょっとアリのデータ触ってみましたっていう話でした。あ、何か質問あります？ああ、多分そうですね。
そんなに論文深く読んでないですね。そうですね、あのこの楕円はこの、データ点をこう内包するようにこう書いてると思うんですけど、多分、多辺量性器分布とかで考えて引いてんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこのツールの詳細はよくわかんないです。論文読んで、例えばこの論文で言うならば、あ、これか。大体論文の、最後の方になんかデータに関する記述とかがあって、これがサプリメンタリーデータってなってる場合は、この論文のあのなんていうのサプリ、付録じゃないけど、まあ、付随するデータみたいなので、こう、この論文を公開した雑誌のページ、論文のページのところにサプリメンタリーデータっていう項目があるので、そこをたどっていくと、何かしらのファイルがあって、そのデータを使ってこの論文は解析しましたみたいな感じで説明がされていますね。あとは、ソースコードであれば GitHub の URL とかここに書いてあったり、データであれば Figshare とか Zenodo とか、なんかそういう、まあ、どっかのサーバーにデータを置いて、そのリンクがここに書かれていたりとかします。あとそういうデータを、本来はまあそういうデータはきっちり公開すべきなんですけど、それを怠けたり、もしくは原理的に不可能だったりする人は、こういうデータのところをちゃんと書かなかったり、なんか問い合わせがあれば、可能な限りは対応しますみたいな一文を添えて、お茶を濁すというか、でまあ結局対応しなかったりするんですけど、だから結構この論文があったとしてもデータまでたどり着けるとは限らないですね。あ、調べ方。確かにちょっと論文の調べ方って結構センスが出るところかもしれないですね。いやまあでも僕は普通に Google 検索しただけですけど、アントそうな、なんか学術的な記事に関してはまず Google スカラーがあるので、ここでなんと PCA でもいいけど、でまあいろんな論文出てくるじゃないですか。なんかこれ別に PubMed でやってもいいですけど、僕の場合こう PDF をまず片っ端から100個くらい開いて、1回全部ドロップボックスに置いちゃいますね。で、
なんか調べたものとか大体こう PDF にして、ドロップボックスに置いてアディとかフォルダー作って、まあ、こういう、PDF をこう置いといて、で、まあ、論文の読み方は結構人によっていろんな好みがあると思うんですけど、あのメンデレーとかいうツールを使って、なんか論文読んだらそこにこうメモを残しておくみたいな丁寧なやり方をする人もいますけど、僕の場合はもともと論文は紙で読みたい方で、だから紙で印刷は昔はしてたんですけど、ちょっと資源の無駄っていうのと検索性が低いので、PDF エクスパートっていうアプリを iPad にダウンロードして使っていますね。でそのだ PDF でこうパラパラパラってこう紙みたいにこうページ開いて見れるので好んで使っているというのと、あと PDF 上に遅い、なんかさっきみたいにこう書き込みがそのままできるので、こういうのとかマーカー引いたりとか、なんか気になったこととかこうメモしたりとかできるので、まあ、そういう感じでやってますね。まあでも論文の読み方は結構人それぞれなところが大きいかなと思います。はい、ちなみに僕は結構論文読むの早い方だと思うんですけど、でもそんなに精読はしてなくて、まあ、まずこれ全部1回 PDF エクスパートで開いたら、まあ、関係ないやつはもう全部すぐ閉じちゃって、あと論文早く読むコツとしては、まあ、タイトル読んでまずフィグをざーっと見て、あ多分アリの分布だなこれとか、ここになんか数値があるなとか、そういうのをざーっとこう見て、まあ、これは多分関係ありそうだなってやつだけこう残していって、その後読むとしたらアブストと、あとこれはコツですけど、ハウエバーの後が著者の言いたいことです。なんですけど、この文章にはハウエバーはない。確率的にはまあ8割ぐらいですかね。で、however を使いまくる文章もあって、そうすると何かと however 言うから、ちょっと however が軽くなっちゃうんですけど、だいたいこう、これまではこういうことがやられてきたけど、しかしながらここは分かってないとか、これはこの問題が解決されてないみたいなふうなのを最初に必ず言うから、ハウエバーの後がその論文が言いたいことなんですよね。ハウエバーの後読むだけでも結構わかります。っていうのがまあ読む時のコツですかね。あと僕はもうリザルトを飛ばしてまとめ書だけ読んじゃったりしますね。まあ、今回だと PCA をどうやって計算したのかしか興味がないので、その結果何が得られたかっていうのは、まあ、アブストラ編をざっと読むだけで、もしそこをどうやってどういう過程でそういう結論にまで至ったのかっていうのに興味がある場合はきっちり読んだ方がいいと思います。はい、これがまあ論文の読み方ですかね。はい、じゃあ続きをやりますかね。はい、でテンソル分解っていうのを紹介するんですけど、
なんか行列の時にはなかった専門用語が結構出てくるので、まあ、慣れればそんなに難しくないんですけど、一応説明をしておきます。3回転走でまあイメージしてもらうといいと思うんですけど、サブアレイとかサブ転走みたいなのは、まあその転走の一部の構造を指しているっていうの。例えばチューブとかファイバーとかいうのは、このなんだろう、この3回転走で X っていうのがあった、あ Y っていうのがあったとして、3回転走なんで添え字が3つあるんですね。だから縦方向、横方向、奥行き方向に、自由度があるんですけど、その字の添え字を2つ固定するとチューブとかファイバーっていうものになります。4回でチューブとかファイバーとか言ってるのはあんまり見たことがないんですけど、どういうんでしょうねその場合はよくわからないです。で、添え字1つ固定した場合はこういうスライスってやつになりますね。で、一応、なんだ、水平方向だからホライゾンタルスライス、なんていうか、ラテラルか、まあ、直行というか、こういう縦方向のスライスってのはラテラルスライスで、自分とこう正対する面からこう切っていくのをフロンタルスライスと言ったりします。重要な、データ構造の変換として行列化というものがあります。アンフォールディングとか、マトリッサイジング、マトリックス化するみたいな言語になりますけど、マトリサイジングっていう、行列化ですねっていうのがあります。こういう3回転走があったとして、モードっていうのはこの1番目のモードは、縦、2番目のモードは横、3番目のモードは奥行きみたいなこうのを指すときに、1番目のモードをモード1みたいなことを言います。でモード1アンホールディングっていうのはモード1は固定して、それ以外のモードは全部、なんていう、展開してしまって、だから行は、この1番目のモードの I1 だけ次元があって、横方向にはI2×I3 分の次元がある、こういう要するに行列を転走でこうビヨーンとこう行列に引き伸ばして、行列を作るっていう操作をします。その操作は、モード1に対しても2に対しても3に対してもできます。あとはベクトル化っていうのがあって、この場合はもう縦横奥行きっていうのを考えないで、単にすごく長い1本のベクトル、サイズが i×t×q のベクトルであれば、その分だけの長さを持つ1本のベクトルにするっていう処理です。内積、スカラー積っていうのは、これはベクトルの内積とかとイメージが近いと思うんですけど、まあ、転送同士でも内積を定義することができて、全要素をかけて、和を取って、ルートを取るっていうことをします。ルートは取らないんですよ。でこのフローベニウスノルムの時は、自分自身のフローベニウスノルムの時は、例えば、内積取った後にルートを取ります。あと外積っていうのはなんかランクワン行列とかで出てきましたけど、アウタープロダクトですね。これは転送に対しても拡張することができて、結局そのモードを全部残すっていう意味なので、
こういうモードを持っているテンソルとテンソル Y と X があったら全部のモードを潰さないで、残して掛け算をするっていうのが外積です。ベクトルの、外積の場合は、A×B 点値ですね。長さ i のベクトルと長さ j のベクトルの外積っていうのは i×j の行列になります。でテンソルの場合よく出てくるのはこういう a と b と c の外積っていうので、これは ijq っていう長さであれば i×j×q の3回転ソルになります。クロネッカー積っていうのがあります。これはすごく重たい計算です。 A と B のクロネッカー積を取るというのはこう書くんですけど、 A が i×j、 B が t×r だった場合 A と B のクロネッカー積っていうのは it×jr だけサイズを持つもので、まあこういうイメージですね。右側の行列 B に対して A の各要素が掛け合わされたものがこのブロック行列としてここに格納されるっていうイメージです。なので例えばこの青と黄色のクロネッカー積を取ると、まあ、こんくらい大きくなるっていうようなイメージですね。まあ、結構この処理が入ると計算が重たいです。アダマール積っていうのは要素同士の積ですね。これは行列の時もそうでしたし、まあ、テンソルでもアダマール積はあります。これはかなり特殊な積だと思うんですけど、カトディラオ積っていうのがあります。記号としてはこういう丸の中にさらに点が入っているような記号を使うんですけど、例えば行列 A が i×j だとして B が t×j だとして、こういうふうに、なんだ列数が同じもの同士でしか定義されないんですけど、この場合 J っていう列が A と B で共通するんですが、そういう2つの行列に対して、縦方向にだけ黒ネッカー積を取ります。各例えばこれ A の1列目のベクトルで B の1列目のベクトルで、ここでだけクロネッカー積を取って縦に伸ばすってことをやるので、例えばこの同じ本数だけ列ベクトルがある青と黄色のこの行列にカトディラオ積を適用するとこういうふうに横は広がらないで縦にビヨンと伸びるような形になります。NTTKRP っていうのがあって、行列化されたテンソル×カトディラオ積っていうのがあります。これ CP 分解のアルゴリズムのうちの CPALS っていう、なんだろう、 PCA を ALS で解いたりしたと思うんですけど、あれのテンソル版なんですけど、まあ、ここで現れる計算ですね。 B と A のカトディラオ積を取った後にこれは X をモード3の方向に引き伸ばして行列にするっていう処理なんですが、それと掛け合わせるってことを行います。だからすごくビヨーンって伸びた行列同士で行列積が計算されて、それのサイズが大きいのでこの CPALS のうちの 90% がこの計算で占められるというふうな報告があります。あとはモード積ですね。これは特定のモードの次元を変更する積で、テンソル G、 例えば J1、J2 から JN まであるテンソル G っていうのがあったとして、
それに行列 A を作用させたい。その時に、J、ここからでも見えないんですよ。INJN って書いてあるのか。ああ、じゃあ、J、JN、あ、INJN、あ、ああ、わかった。で、なんかこの添え字の間に、JN っていう、スモード N っていうのが入ってたとして、そこのサイズを IN に変えるっていうことだけを行うのがこの A ですね。イメージで言うと、なんかこういう3回転数があったとして、最初のモードに対してモード、この行列 A を作用するってことを行うと、最初のモードの方向だけこう転数がこうビヨンと伸びるというような計算で、2だと横方向に広がって、3だと奥行き方向に広がるっていうような処理になります。でこういう、表記が結構出てくるんですけど、マイナス N のモード積っていう、これは何かっていうと、コアテンソルにこういう因子行列を繰り返しモード積でかけていくけど、N 番目の、因子行列はかけないっていうので、N 以外はっていう気持ちを込めて、まあ、こういう記号を使います。最後、縮約積ですね。コントラクテッドプロダクト。2つの転送があったときに、共通する次元だけで内積を取る。例えば、3回転送で I1×I2×I3 があって、一方、2回転送での I1×I2 があったとして、内積、この最初の面を切り出せば同じ形をしているもの同士なんで内積が取れますっていうのを、この繰り返し I3 方向にこう行うと、このスライスとこっちの行列との内積っていうのが毎回その値として格納されたこういうベクトルを計算することができます。これが縮約積ですね。はい。ちょっとややこしいですけど、行列の時には出てこなかったような、記号が出てきますが、慣れればそんなに難しくないです。で、CP 分解、具体的にどうやって最適化していくかっていう話なんですけど、ユーザーが多いと思われるものは、ALS ですね。何回か出てますけど、PCA を ALS で解いた話をしたかと思いますが、これのテンソル版で、結局正規方程式をベースにしています。テンソルを、テンソル X を Large N 枚の因子行列に分解するっていう話なんですけど、全部一気に求めることはできないので、どれか AN の因子行列っていうのをピックアップして、それとそれ以外のものたちとで、正規方程式っていうのを立てて計算するみたいです。あとはべき情報行列分解でやったと思いますけど、べき情報もテンソル版があって、どうやるのかな。テンソルにモード積をかけていくんですね。この場合、テンソル X を U、V、W の、3本のベクトルにするってことをやるんですけど、U を求めたいときは、VW を
このようにテンソルにかけて、そうすると長さは U と同じになるので、それを正規化して U と指数っていう処理を、まあ、U、V、W ってこう交互に行います。で、その後に、ある程度計算が収束したと判断されたら、デフレーションでテンソルからこのランク1テンソルを引き抜くってことを行います。これも行列の時と同じですね。あとはタッカー分解に関しては、まずハイヤーオーダー SVD っていうのが、HOSVD っていうのがあります。ランクじゃないや、オーダーがラージ N の、テンソルに対して、毎回各方向にテンソルをこう引き伸ばす行列化っていうのを行った後に SVD を使って因子行列を取り出すってことを行います。あとは HOOI っていうのがこの HOSVD を初期値とした上でこういうような計算をしていて特異値分解は出てくるんですけど HOSVD とは違ってこの Y っていう、テンソルを行列化して行列分解します。この Y っていうのは、テンソル X にこういう因子行列を転置したものをこうかけていくっていうのを行ったものです。あとは、ノンネガティブに解を求めることができます。これは言うならば NMF のテンソル拡張だと思いますね。テンソル Y っていうのがあったとして、因子行列 ABC とコアテンソル J っていうのがあったとして、HOSVD っていうのは SVD でこういう ABC を求めるんですけど、それを NMF で解くってこともやります。なのでテンソル版の MU 速っていうのがあってそれを使って、ノンネガティブテンソルファクタライゼーション NTF っていう計算をします。でノンネガティブな、テンソルでも CP 版とタッカー版って、まあ、ありましてこっちがタッカー版ですね。ノンネガティブタッカーデコンポジションで NTD って言ってこっちは CP とは言わずにテンソルファクタライゼーションみたいな名前なんで名前的にはこっちの方がなんか主役みたいに聞こえちゃうんですけど、違いとしては、まあ、あのコアこのカトリラオ石っていうのは CP でしか出てこないんですよね。それはコアが対角っていう仮定を入れるとこれが出てくるんですけどそれを、その制約をなくしてコアテンソルの対角要素の値を取ってよいっていう、計算にするとタッカー版になります。あとは、因子行列を ICA で計算した場合マルチリニア ICA という名前になります。これもだから因子行列を計算するために、テンソルを1回こう行列としてこう引き伸ばすんですけど、縦方向、奥行き方向、横方向、奥行き方向っていうふうに引き伸ばしては ICA を作用していくっていうことをやるとマルチリニア ICA になります。 ICA のテンソル拡張としてはもう一つ IVA っていうのがあってこれは日本人が開発してるんですけど、和名は独立ベクトル分析ですね。音声の分野で開発されたんですけど、ICA なんで、複数のマイクで音を計測するんですけど、そのマイクの数をこう M と置いて、チャンネルとかもとも言いますけど、
で音には周波数があるので周波数方向を縦と飛びます。で時系列で計測しているので時間方向のモードもあります。なので、複数マイク分の音声データというのは3回転数になるんですね。で、ちなみにその周波数ごとのそのどのくらい、シグナルが入っているかというのは前処理としてフーディエ変換を行っています。そうでしたっけ。そうなんですか。まあ、離散的なやつですけど、そうです。でですね、なんだっけな、で ICA を使って、なんだっけ、BSS でしたっけ、なんかそういうシグナルを取り出そうという解析は、まあ、どっか周波数固定して、だからこの I 方向の数字でいうと、こう1番目とかっていうふうに固定した上で、ICA を行っていたみたいですね。でそうすると、マイク数かける時間っていう行列になって、そこから、総数シグナルをこう取り出すってことをやってたんですけど、IVA っていうのは、そういう行列ごとに計算するんじゃなくて、もうこれを3回転数と最初から見なしてしまって、でそこから取り出すものも、ベクトルじゃなくて行列と考えてやると、この、なんていうんですか、まあ、この解析のモチベーションとしては、パーミテーション問題を解決できるっていうものらしいです。パーミテーション問題って何回かちょっと説明したかもしれないですけど、ICA は前処理で白色化とかも入ってますし、出てくるこの規定に順番が付けられないんですね。PCA とか NMF とかだとできますけど、どれがを1番目にするかっていうのが決められなくて、並び順が違ってても数学的には一緒なので、でその問題がこの解析でいうと、この 1枚目のこのスライスでの、なんだこの規定の並びと2番目の規定の並びっていうのがこう毎回毎回こうスライスごとに並び順がごちゃごちゃになる。で後でそれらをこうマージして一つの、全周波数分の行列にして、それを音声として聞きたいんですけど、その対応付けをするのがすごく、まあ、大変っていうことだったんですけど、それをこう一つの行列っていうのを最初から定義して一度に求めようとすることによって、このパーミテーション問題っていうのを解決したみたいです。でそれまでは結構その後処理の解析として、なんかこの周波数のこの1番目はこっちの周波数でいう2番目と同じだろうというのをなんか後から推定するみたいなことをやってたみたいなんですけど、IVA によってその部分が解決されたみたいです。あとは、マルチウェイコンポーネントアナリシス MWCA というのがあって、でこのチコスキーさんっていう理研の科学の先生でも日本に多分いないんですけど、国に帰っちゃったと思うんですけど、かなりこの転送業界に貢献した人で、この人の、本っていうのがネットで、フリーでダウンロードできるので、ぜひ読んでみてください。2015年に出てる NMF とか NTF とか、なんかそのノンネガティブの行列転数分解に特化してはいるんですけど、まあ、基本的にあらゆる行列転数分解は使っているので、
これ読むと、かなり、詳しくなります。でこの MWCA は、テンソル分解は結局行列上にこう引き伸ばして行列分解するので、まあ、自由にいろんな行列分解使えばいいじゃんっていうことを考えたので、例えば、なんだフロンタルスライスで行列化したものには PCA、バーティカルなスライスしたものは NMF、 ホライゾンタルなスライスをしたものに関しては ICA を使うとか、なんかそういうふうにこう好きなやつを使おうみたいな感じのもっと緩い定義で作られています。はい、っていうのが、MWCA ですね。あとは複数の同じサイズの行列が発生したときにもテンソル分解が使えます。じゃあまあちょっと今回は行が共通するというイメージでいきますが、行列が X1、X2、X3 とあったとします。で、あ、行じゃない、列が M で行はそれぞれ違って N1、N2、N3 だとします。これを共分散行列取っていくと X1 点値 X ですね、あとは X は X2 点値 X2 で X3 点値 X3 でやっていくと全部 M×L になるじゃないですか。こういうふうにこう同じ意味の同じサイズの行列が複数出てくるので、これを奥行き方向にこうスタックしていって、まだ3回テンソルとした上で UY 点値感じですね。なんか一回、奥行き方向にこう束ねていくと3回転送になるので、それを、なんだ転送分解するとこことここは同じ意味のモードになっていて同じサイズのものじゃないですか。それに対応して
縦と奥行きに関する因子行列っていうのは同じ U というものが取り出されて、それ奥行き方向には分解しないでそのまま残すので、こういうなんか芋ようかんみたいな長いコアテンソルというのが間に挟まりますっていう分解をしています。でこういう同じ種類の対称行列が複数発生するっていうケースが結構あって、共分散行列に対してテンソル分解した場合、マルチリニアプリピシエとかコンポーネントアナリシス、まあ、これ CCA ってこの人たちも言うんでかなりややこしいんですけどっていうのもありますし、対応分析っていうのも分割表ですよね。あ、分割表は対象じゃないですけど、それもまあテンソル分解、分割表がこう複数枚発生したときにこう奥行き方向に束ねてテンソルとしてテンソル分解するっていうのは、まあそういうのをやればいいと言ってる人はいます。これは実応用はされたことはなくて、ただ博士論文でそういうことを言ってるだけの人がいました。 MDS も同様で、複数の距離行列が出てきたらそれを点数だと思って点数分解するってことができます。でこれはその場合、インディビジュアルディファレンシーズスケーリング、インドゥスカルっていう名前があるんですけど、これと同じ形ですね。でこの A っていうのが、まあ、距離関係を反映した低次元の座標になってるんですけど、ただし普通の MDS と違うところはこの真ん中のコアの部分がその奥行きごとにいろんな値を取っていいっていうふうにしているので、例えばこれが個体ごとに距離行列が発生するような場合、その個体差を考慮した解析をすることができるので、例えば何番目の個体はこの A の2番目の規定はあんまり重みを持ってないとかっていうふうに、なんかそういう自由なモデルを作ることができるので、これは個体差 MDS みたいな呼ばれ方もします。あとはグラフラプラシアンを行列分解するとラプラシアン固有マップって名前になったと思うんですけど、それのテンソル版もあって複数のグラフラプラシアンがこう奥行き方向に増えていくっていうのを3回テンソルとみなして、でそれをテンソル分解するとこういう1枚のグラフラプラシアンでも同じサイズのこの U が計算できるんですけど、この奥行き方向に伸びたコアテンソルによって個体差をある程度考慮することができるというのがあります。これなんかあんまり名前が分かりづらいんですけど MCFROI とかそういう名前でこの論文では言われています。あとは、1個のテンソルを分解するっていう、さっきみたいに、各モードごとに因子行列を1枚ずつ取り出すみたいな、こういう形だけじゃなくてですね、もっと複雑なこう分解をすることができて、こういう縦横は対称なテンソルに対してこう左右に同じ A っていう因子行列が分解されるっていう形は同じなんですけど、この真ん中の部分で、さらにこの非対角な R 行列っていうものと、各フロンタルスライスだけは、対角っていう、こう D っていうテンソルを間にかますっていうような、デリコムみたいなやり方もありますし、インドスカルとか、イムスカンドみたいな、これは、ちょっと忘れました。あと階層的タッカーっていうのがあって、
分解に分解を重ねていくっていうことをすることができて、コア転素をさらに分解するっていうのをやっていくと、こう気構造を取ることができます。で転素トレインっていうのも同じで、分解して分解して分解してっていうのをやっていくと、なんか呪術つなぎみたいな感じの分解ができて、それがまあ、電車みたいってことでテンソルトレインっていう名前がついてます。トレインはトレーニングのトレインじゃなくて電車のトレインです、ね、あと輪っか状にするみたいなのも理研のキビン・ジャオが提案していて、そんな感じで分解の仕方っていうのは多種多様で、まあ、すごくいろいろあります。はい、テンソルの話は以上です。何か質問とかありますか。あ、どうぞ。はい、はい、あ、僕はあんま使ったことないんで田口さんに聞いた方がいいですね。でどっちが良いみたいなことに関してはどうですか。蓄積計算の中で潰した方が残差が小さくなると判断されちゃうんですね。ありえそうですね。小さいところを見たいっていうのは、結構外れ値検出的な感覚ですよね。本当にごく一部にだけそういうブロックがあるみたいな、NMF の
図で言うとですね。そうですね。マルチメディアプリンシパルコンポーネント、MPCA っていうのは、MPCA もブログに、ラーパのブログのやつが対象になるっていう言い方をしてるじゃないですか。はい。これは単純に、YT を流れたものを、まあ、ノーエル分解でも、分解するときに、下のものは、当然、今の、そういう理由で違うものになってるんですね。前半ちょっとよくわからないんですけど、これ何と同じですか。これ U の次元っていうのが、はい、アウリンまで次元は R まで落としてるんじゃないですかね、多分。この場合って、なんていうの、対象化しないで、教育分化した場合と、結構同じなんですか。U ってかけてるんですけど、結局、アンモディに行ったら、はい。そうですか。ただの SVD ってどこですか、ね。まあこういう自分解ですけど。R かける R だから、それを縦に並べて R かける RT にして、SVD にして同じになる。ちょっと式を終えてないんですけど、どこですか。じゃあ、はい、ちなみに僕は結構口で数式を言われるの苦手かもしれない。頭の中でイメージが。だからこう UI、U、こう残数無視から X1 になって U、Y、U、P、X になって5だったんですよね。はい。ということはこれを全部つなげて R と RT にして Y と全然 YT にしてやって UU っていう分解してできるわけですよね。はいはいはい、それとこの段差を最初にするって一緒だと思っていいんですか。すごい。X 側が共分散行列ですよね。で、Y は分解した後の低次元の。で、Y は微分ですよね。Y は微分で。あ、じゃあ、ちょっと先生、逆です。X が微分。あ、X が微分なんだ。で、あ、そうです。X が微分なのか。じゃあ、まあ、X が。X を引き返したとして。X が微分だと思ったときに、はい、ここを、だからこっちだね。こっちをこうしといて、はい、こうなるように Y を決めるっていうのは、同じなんですか。また連結しちゃえばいいじゃん、的なことですね。うん、違うのかなと思う。これ、多分書き方としては、点字になってからこう書いてもらいましょう。はい。まあ、アルゴリズム、この論文結構なんか凝ったアルゴリズム使ってたんで、ちょっとあまり置いてないんですけど、まあ、この同じではないとは思うんですけど、まあ、この目的関数だけ見ると、まあそれでいいじゃんとは思いますよね。線形関数的にはこういう問題なわけですよね。そうですね。まあ、次を求めようっていう問題になってるわけだけど、はい、そうだと思いますね。
ただまあこの分解にたどり着くまでの処理が違えばまあ違うので、はい、ただまあこれをやってもこれをこの目的関数を最適化しましたと主張してもいいとは思いますね。田口県では転送分解はもう結構基盤技術みたいな感じですか。ああ、まあいっぱいあるってことですね。まあどういうデータで転送を作るかっていうのもそうですし、どうやって分解するかっていうのもそうですし。その分解に到達するまでのアルゴリズムもすごいいっぱいあるっていう。はい。ああはい。はい。はい。はいはい。はいはい、まあ実応用した結果っていうのは最後必ず論文に添えた状態で見ますね。例えばこのデリコブっていうのは i×i×k ですけど、よくこういう i×i みたいな対象行列がこう転送の中に入っている場合って何かと何かの関係性のデータだったりするんですね。 SNS とか誰かと誰かがフォローし合っているかどうかとか、なんかタンパク質が相互作用するかどうかとか、なんかそういう関係性に関するデータで、で、まあ、大体その定量的な比較をして、今回はこのデリコムが、スコアが一番高かったみたいなことを言うんですね。で、多分僕とか田口さんとかみたいにオミックス解析に対して転送分解したいっていうモチベーションは、この分解した後のこの因子行列をこう見てどこが注目すべきかっていうのを判断したいんだと思うんですけど、多分ですけど、こういうめちゃくちゃ複雑なモデルはそういう目的ではなくて、どっちかっていうと欠損値補完の分野とかでよく見るイメージで、だからこの1回分解した後もう1回再構築して元の y と同じ形にして、で最初欠損された部分に値が埋まって返ってくるので、 NMF の時もそんな話しましたけど、その時にその値がちゃんと正解に近づいているかっていうのを検証するんですけど、そういう問題を解く場合、ディープラーニングの話とかもそうですけど、結構モデルが複雑になればなるほどいいスコアが出やすかったりするので、まあ、そうすると結構こういうややこしい構造とかもなんかいいっていうような話になるのかなって思ってます。はい。まあ、まあ、だからなんかこういうランダムノイズみたいなことを書いちゃって。こっちがこう省かれた状態で右書いてますけど、これが自分たちの興味であった場合は、確かになんかモデルによってはそういうのが取り除かれる方向に最適化が進んじゃうかもしれないので難しいですね。
緑先生が、最後、プロデュース、ダンサーのプロデュースというのを作って、あ、またプロデュースワークを作って、それが小さいっていうのを作り方が、今まさに緑を決めてる方がいいですよね。ずっと緑を見たいですって言ってもらうと、レッドの会員は、見たいのに入ってないですよね、チェックが。例えば、僕がやってる、みんなそうですね。イメージが回るって、例えば、相打ちがイメージかなと言うんですけど、で、それ以外の事例は多分そこまで動いてない。もっと見るとか、言っても見るとか、動いてないじゃないですか。そういう、その偏った演奏が出てた時に、僕らが見つけ出そうとしてるものって、あれでいう、もうランダムの演奏くらい小さいものってことで大丈夫です。上先生、なんか、教師ありのやつを教師あり？だから、そのペナルティで、教師にも、その相手が多くなるって感じで、一緒に演奏コンサートを作られてます。教師信号。他の行列が新たに出てくるみたいな感じですか？こういう、あ、出てきます。この後、はい、そうですね、次のコマで、はい、自分が達成したいものを目的関数に書くということで、とりあえず転送文化に関してはこれで紹介し終えました。大丈夫ですかね。じゃあ次、モデルの統合って話をしたいと思います。切りがいいので、じゃあここで休憩取ります。で、じゃあぼちぼち続きをやりましょうかね。あ、ちょっと電気はそのままで大丈夫です。あ、なんか行列出てきて分解とかやってきたじゃないですか。転送で出てきてこう分解しましたし、まあ、この講義はもうひたすら分解をしていくだけの話で、そこに到達するまでにどういう数学使われているのかを紹介していったんですけど、現実世界のデータはもっともっと複雑な構造をしていて、まずこことここが同じ次元になっているかもしれないですし、またこの X とは列でつながる Y があり、その Y とはまた共通する次元がある Z がありとか、この Z と同じサイズのまた別の Z があり、それとまた共通する次元の行列がありってこうやっていくと、こうどんどんこうデータっていうのはこう複雑化していくわけで、そういうのにどうやって対処、モデルは複雑化されていくのかっていうのを見るっていうのと、あとたとえ一つのデータであったとしても、なんかこれを分解するモデルってたくさんあるわけで、それをどうやってこう混ぜて、両方の性質を持つ解を得ようとするのかっていうところを話していこうかと思います。あ、じゃあ電気消してください。ありがとうございます。
まあ、なんかこのデータが複雑化するっていうのと、もういろんなモデルを混ぜたいっていうのは、まあ結局目的関数がどんどんこう足されていくっていう話であって、なんか例えば関数 F1 っていうのが非不知なパターンを抽出したいっていう解を達成するための目的関数だとして、一方で PCA みたいにこう別ベクトル同士が直交してほしいっていうような目的関数もあったりして、でこれは今までこう紹介してきた行列分解、転送で分解って結構パーツとして自由に足し合わせることができて、でそうするとそれぞれの特徴を合わせ持った解っていうのが得られます。はい、例えばですけど NMF としてこう非不知な解は得たいんだけど、でも直交であってほしい、例えば直交っていうのはお互いがこうバラバラなパターンが出やすくなるわけなので、あんまりその重複したパターンが出ても面白くないですし、なんか直行していってかつ非不知であってほしいっていうような解を欲しいっていう人もいます。本当は無理、そうですね、結構ゼロが多い回になっちゃいますね、結果的に。まあ、そこの話もですね、なんかほぼ直行ぐらいの話と完全な直行の話とかもあるんですけど、なるべく直行にしましょうっていうだけで本当の直行はないんですか？本当の直行は本当の直行だと0以外とか0以外必要ない、そこはそんな自明なのかよくわかんないんですけど、いやだって0の値直行はなくて、はい、相手が0だと思うんですが、絶対ゼロにならないと思う。違うベクトル同士を兼ねて自分がゼロにしようと思ったら、相手がゼロが見えない。だからゼロが入ったベクトルが出てきやすくなります。それ以外ない、まあそうじゃないですかね。要するに全ての行為に対して1箇所しか1が入ってないみたいなものが作れないと。まあそうですね、まあちょっとでもゼロじゃない値が入ると値が増えちゃうので内積がゼロじゃなくなってしまうので、そうですね、はい、ソフトなやつとハードなやつも両方ありまして、本当にそういうやつもある、ハードなやつもあるんですけど、ここでは出てくるかな、出てこないかもしれないですが、出てこないですね、多分ソフトしか出てこないですね。はい、なるべく直行したい難しいですね、なんて言えばいいのかな、ソフトディソフトディ大そばなんで直行シェアっていう言葉で誤解のに、なんて言えばいいんですか、直行ペナルティ、まあ、直行ペナルティでいいと思いますね。だからここで X は AS って分解したいんですけど、ここに、直行となるようにするという目的関数が入って、で、これはラグランジュの未定乗数ですね。で、この状態で MU の、規則で、まあ、散々やりましたけど、WH、WH って交互に推定する式を導出すると、どこがどうなるのか、ここの分母がちょっと変わるっていうだけになります。
ともう一つはプロジェクテッド NMF っていうのがあって、これもソフトに直行っていう意味で、なんならこう式に直行っていう項がようには出てこないんですよね。で X イコール WH って分解したいんですけど、その H は W 点値 X だと思って計算しますっていうふうに定義します。でこれは W 点値できるのは移行できるのは W が直行だからできるんですけど、まあ、W は直行とは限らないので普通こういう移行はできないんですが、まあ、そう思って H を定義しますっていうふうにして、ここに W 点値 X を入れます。でこれで、W に関する MU 速を導出すると、まあ、こういう、式になって、強制的にこう直行するような操作は入ってないんですけど、結果的にはなんとなく直行した解が得られます。意味ですね。そうですね。いいのかな。W 最終的に到達して直行になるっていうのは分かるんですけど、仮定として W は直行だとするって言うんですけど、W の初期値って最初は直行してないじゃないですか。徐々になんですけど、この目的関数最適化を進めていくと徐々に W がなんとなく直行に近づいていくんですよ。そこがちょっと不思議なアルゴリズムで、あと ICA でかつ直行っていうふうにするとリコンストラクテッド ICA ってなります。これは制約として W 点値イコール I で、まあ、直行制約入れて、解くと、ここが ICA の目的関数で、ここが、再構築 W が直行とした時の、再構築誤差が最小になるっていうようにしていて、まあ、この2つを織り交ぜた目的関数を最適化します。PCA だけど非不値にしたいって人もいるんですね。そうするとノンネガティブ PCA になります。大体こういうのはソフトシュレスフォルディングっていうテクニックを使います。この論文だと、べき情報で固有ベクトルを計算して、まあ、この U が、固有ベクトルですね、いくんですけど、途中、まあ、そのまま計算するとこう要素にマイナスも入ったベクトルになるんですけど、まあ、途中で無理やりマイナスの入った要素は全部0を入れるっていう処理をします。だからまあマイナスにいたベクトルはこう無理やりこうパタンと折りたたまれて、こう第一象限に無理やりねじ込まれるみたいな処理が入るんですけど、この処理を使うとなんかいろんなアルゴリズムが非不値制約で解くことができます。はい、使った感じだとこのソフトスレスフォーディングがあんまり良くないですね。なんかめちゃくちゃ解が不安定というか、そうですね。あと、ソフトスレスフォーディングによってもはや直行しない、あ、いやそんなことないか、デフレーションツールと、
まあ、直行でもあるのか。すぐに直行は無理だったな。直行条件も答えないんですよ。絶対に無理なんですか。だってすぐに直行は立ち入りしてきたり、どっかに1入ったら全部ゼロっていうのが強いのか知らないんですよ。そう、まずベクトルの要素が非富士だとして、それ以外のベクトル全部ゼロであれば直行なんで、そういうベクトルは別に直行じゃないですか。同じ点同じ解になるかって意味ですか。片方の答えを入れたら片方を入れると、こっちもありますよね。ちょっといまいち分からん、分かってないんですけど、こっちの話と、まあ、最適化の仕方というか目的関数レベルで全然違いますけど、まあ、コンセプトは一緒ですかね。ベースをどっちに置くかみたいな、 NMF を直行になるように改造してそれか PCA を改造するかみたいな。許されないです。はい。はい。あとですね、ICA かつ非富士ですと、ノンネガティブ ICA です。これは、今年出た論文ですかね、行列が遺伝子×細胞っていう行列で、NMF で A×S にしますが、この S はさらに、ICA で、シグナルを取り出すのに分解する。だからまあ前処理で NMF で、S はもう ICA で分解されるんで、もはや非富士じゃなくなっちゃうんですけど、この問題ではこう A だけ非富士であればいいという問題設定みたいで、まあ、こういう解き方もあります。PLS で非富士直行スパース制約みたいな、こう野菜マシマシみたいな感じのいろいろオーダーをつけていくことができて、レギュラライズド PLS という名前がついていますけど、歴情報ベースでこういうベクトルを計算して、ここでソフトストレスフォーディングっていう関数をかませて、さっきみたいに、なんだ、非富士、あ、マイナスのものは無理やりゼロにするんですが、それに加えて微小な、値はもう全部ゼロにする、無理やりゼロにするという関数でもあって、それによってスパースと非富士が、保証されます。かつ、最後に QR 分解をかますことによって直行性も、ここで作っています。はい、まあ、こんな感じでいろいろカスタムできますね。
目的関数は。でこれが田口さんが、さっきちょっとだけ挙げてた話かもしれないですけど、まあ、普通に X を行列分解して U、V 点値と、まあ、分解したとします。で一方、この N に関する別のなんか補助情報みたいなのがあったとします。でこの N と N でこう関係性みたいなのが、グラフとしてあった場合、これをグラフ、ラプラシアン固有マップで分解すると、そこから因子行列を取り出すことができるんですけど、この X の、U とラプラシアン固有マップの U が共通であるというふうな仮定を置くと、まあ、この双方でつじつまが合うような U というのが選ばれるので、この片方の X だけで計算した U とは異なる解になります。そういう状況が嬉しい時は、役に立つので、ちょっとケースとしては、例えばこの X がちょっと弱いデータ、すごくノイジーとかスパースとか外れ値があるとかといった場合に、この L で助けて、もう少しまともな解が得られるようにするっていうような反教師あり学習みたいな、反教師ありっていうのは、あと N に関するラベルが部分的に得られているっていう時に、そのラベルを使ってグラフを構築して U を計算するっていうふうにするんですが、式に書くとこういう感じですね。何かこうメインの行列分解と、ラプラシアン、グラフラプラシアンの対角化の項っていうのがあって、でどのくらいこの事前の知識の方を、指示するかっていうのを、決めるこのラムダっていうパラメータによってこう、調整っていうのがなされます。でこのなんか みんな好んで結構このグラフラプラシアンを生息加工として追加することが多くて、まあ、分かんないですけど、まあ、非線形だからっていうのかもしれないし、あとこのトレースっていうのは結構トレース同士足し合わせることができるんで相性がいいんですよね。例えばこれは PCA の目的関数ですけど、こっちはグラフラプラシアンで、こっちも対角化するのでトレースの式なので、トレーストレースで合体してこの行列を単に固有値分解すればいいだけっていう問題になります。なので、逐次計算じゃなくて閉じた形でこの場合は計算できるので、すごくきれいに解ける、っていうのがありますし、NMF も X を UV 点値でこう分解していくときに、ここにグラフの情報を与えると、グラフ生息化版の MU 速になって、この V の、更新式のこの分子にこういう項が入るだけっていうのになって、まあ、式がそれほど複雑にならずに、結構グラフ接続化は既存の行列分解と相性が良いみたいです。マルチセットの CCA と合体することもできて、グラフレギュラライズド MCCA ってなります。行列が M 枚、ラジ M 枚あったとして、そこから、行列ごとに、こういうベクトル UM っていうのを求めたいんですけど、これは足しちゃってるのは何でだろう、ちょっといろんな論文がいろんな解き方をするので分かんないですけど、最終的に分解する行列 Cにこういう、グラフ生息加工を足すっていうことができます。でこれがまあモデル、いろんなモデルを合体させられるっていう話 でそれプラスデータ自体も複雑化します。まあ、ここで話したようなイメージですけど、まあ、コレクティブマトリックスファクタライゼーションっていうモデルですが、まあ、なんか
ある行列がこうあったとして、それと行を共有する別の行列ってあるわけじゃないですか。でその行列と列を共有するこういう行列もあるっていうので、これが現実世界でこう発生するデータ で結構ところどころこう誰もその組み合わせで見たことがないところっていうのがあって欠損値になっちゃうわけですね。でまたはそのここの行列はなんか他のなんか2回計測してるとかなんかそういうこともあったりするので、すごくなんて今まで話したのってその行列1個だけとか点数1個だけとか行方向にだけ行列が増えていくとかそういうイメージでこうデータが複雑化されていくんですけど、まあ、これはもっと複雑ですね。こういうぐちゃっとしたデータ構造を、まあ、ヘテロというんですが、コレクティブマトリックスファクタライゼーションというのは、まあ、こういうデータ構造に対して、一般化した解き方で、まあ、ここは列が共通してるんだから、じゃあ列の因子行列を計算するときはこれとこれを使います。でここは行方向で同じだから、じゃあここの行に関する因子行列に関してはこの2つを使いますというふうにして、まあ、NMF を拡張してる話が多いですね。まあ、そうやってこう解いていくってことをします。あとはカップルドマトリックステンソルファクタライゼーション CMTF っていうのがあります。今の話と同じですけど、まあ、テンソルがまずあって、これが NMR の、値 でこっちが、質量分析系の、値 でここの、次元は共通している、同じものを見ているっていう時に、この分解とこっちの分解でその因子ここの長さの因子行列は、この2つのテンソルを両方使って求めるということをして、これらに共通するパターンを取り出します。これは最後ですが、これは音声分野ですね。IVA っていうのがテンソルを ICA をテンソル版に拡張した手法っていうのでさっき紹介したんですけど、戻るか。IVA がこういうイメージですね。だから音声の分野だと、周波数かける時間かけるマイクの数っていうのでテンソルになるんですが、 IVA っていうのはこの並び替え問題を解決するために、この何ですかね、ベクトルとしてこうシグナルを取り出すんじゃなくて、この周波数の分だけ、こう高さがある行列としてシグナルを取り出すということをするんですけど、これ行列なのでこの行列をさらに、NMF を使って、低ランク近似したっていうのが最後の話です。IDMA っていう ILRMA で IDMA っていうらしいんですけどっていうのを、提案されています。こんな感じでこうデータも複雑ですし、それに、適用するモデルもいっぱいあってこう組み合わせて使うみたいなことも考えていくと、まあ、世の中にはすごくいろんな行列転送分解があるっていう話でした。はい、以上になります。CMF ちょっと今日そういうの多いですね。いや、前からすごい気になってて、普段会でつけたら何でもないなって思ってたんですけど、抜けてるところの企業でつけて、そこをペナルティーにしないで、ちゃんと計算しないで。
でも、その連結してやればいいじゃんとも同じ構造を持つ質問だと思うんですけど、さっき、少しずつ解いていくじゃないですか。あの NMF は全部一気に求めますけど、例えばここ穴開いてるって、この行に関する因子行列ってのはこの2枚だけで計算されるんですけど、その後ここが求まって求まって求まってっていう、徐々にこう一個ずつこう計算されていくっていうのと、この空いたところ全部ゼロ埋めて一気に計算するっていうのはやっぱり違う解になるんじゃないですかね。目的関数としては同じだと思いますね。はい。はい。ブロックの中をなんですか。だから例えば因数と因用が因数と因用の4分の1のことをやったと言えるし、意味がないと思います。手の手がどういうことをやるか。要するに、行列全体を解析したり、廊下に解析するのに一緒に行くわけですから、聞いた方がいいっていうんだったら、ベースだって4分の1だったらどういう話になると思います。わざわざ小さくはしないと思いますけど、あでしかもこの、E1、E2 みたいなインデックスは、例えばオミックスでいうと分子種が違うようなイメージで、分子種が違う、ADN とか、横も同じですね、この場合。イプシロン1が例えば、遺伝子だとしたらここは全部遺伝子かけ何とかの行列ですね。同じ。別々にやった方がいいのか、確かに。
の方が必ず良いっていう感覚を僕は持ってないんですけど、ここ分子種が違うとかオミックスの種類が違うので、そうすると、分布の仕方とか、ダイナミックレンジとかも全然違うデータが入るわけですよね。この論文はまあやってないですけど、まあ、やろうと思えばできるとは。そうですね、ちょっと僕も気になりますね、確かに。まあ、そうですね、まあ分布が違うから分けてるんだと思いますね、だから。なるほど。